はい、こんにちは、スイカです。では早速抽選パーやっていきます。今回やるパーティーはギャロップ・スタージャ・ビビオン・メリープ・ドレディア・チェリンボってことで、ザ・ハレやね、これ。 ハレパが完成しましたね。まあ、ハレパ完成してはいいんですけど、まあ、ちょっとメリープどうにかして使わないと後々しんどいんで、今回こいつを頑張ります。では早速型紹介していきます。今回はですね、ヨーロクスのハレ構築となっております。まず戦い方としては、チェリンボが今回タスキを渡してハレ機動員となっております。そしてトレディアで、成長を積んだりクサゼットとかで飛ばしていったり、であとはね、コダリスカーフ持ってるんで、この2本バリカの炎技1.5倍以下でフレアドライブをウェイしていくっていうのが、今回の、抽選パック会でハレ構築で、もう1個の戦略がビビリオン、今回はタスキ枠がチェリンボ渡っちゃったんで、追い風機動員となっております。ヤジの実は氷半径の木の実ですね。で、それでメリープを重点的に使えたらなと思います。で、ツタージャは、何やったっけな？確か、テッカグヤをうまい、テッカグヤじゃないよ。多分、ギルガルドを意識した調整にしてまして、確かにギルガルドのシャドーボールを耐え調整にして、ミラコで葬っていったりとか、あとは、身代わりと宿り木の谷を使いこなして、進化後のジャローダみたいなような技を使うような感じです。以上を踏まえまして、早速、レート行きましょうか。対戦よろしくお願いします。戦術はですね、ハレパ戦術で戦っていこうかなと思います。相手のパーティー、そうですね、グソクムシャがちょっとめんどくさいかなって感じのと、あとは脱糞するポケモンと、アバージュもめんどくさいか。いろいろとめんどくさいポケモンが非常に多いですね。よろしくお願いします。とりあえずここは相手のパーティー見てる感じ、ピカチュウ以外、OK、ピカチュウ来なければいい。ハレ展開がしやすそうなんで、で、ここは一回、2本バレを挟んでいきたいなと思うんですが、確か樹海院ってメガ進化しても結構早かった気がするんですけど、これは抜かせますね。OK。ここはもう、2本バレからいきます。こいつはもうひたすらに、2本バレをするだけの仕事なんで、それさえできれば他は文句はないですね。で、ドレディアは、先ほどっていうか型紹介でも言った通り、メザッパが氷なんで、さすがに樹海院はね、メガ進化しても、そこまで火力がないポケモンですので、耐久か。ないポケモンですので、おそらくドレディアぐらいのメザッパ氷でも一撃で倒せるんじゃないかなと、僕は見込んでおります。ここは2本バレしても、揚力殺到しても、チェリーも素早さ抜かせないんで、切ります。ワンチャン抜かせるかもしれんけど、ダメですね。そう、チェリンもね、臆病最速にして、ヨーロクサと刺しても、月光が抜かせないんですよね。そこがちょっと微妙点ではありますけど、十分してくれたんで大丈夫です。こっからが真の S ですよ。アイドルポケモン、ドレディア。さあ、剣盾ではドレディア、確かエルフーンが内定したみたいですが、このポケモンは果たして内定が決まるんでしょうかね。さあ、ここ辺になんかいらんポケモン出されると、ものすんごく困るんだよな。ただ相手視点から見ると、ここは比較的有利対面に見えるんですけど、なんか突っ張ってくると思うんですけどね。有効打はドラゴンクロウある感じだったら OK。ありますし、なかなか良さそうですね。いい火力、いいね。さすがっすわ。さあ、こっからですよ、皆さん。本当の戦いは。負けちゃうよな、お前がな。こいつがね、ネックなんですよね。まだドレディアはね、残しとかないと割としんどいので、ここはギャロップに交代します。水技が飛んできたとしても、最悪、2本バレで半減で、実質等倍でダメージ計算を行うんで、まだワンチャンあるんじゃないかなと。OK、いいね。これはいいですね。OK。じゃあ、あとはね、ここは、フレドラが一番現状火力が出るんで、フレアドライブで、良さそうですね。2本バレターンが一旦残ってるんで。OK、いいね。アクアジェットもなさそうやね。っていうことは、なんか突撃直撃だか、木の実型だか、どれかを見て良さそう。結構火力あるね。やるやん。え、待て。思った以上に火力があってびっくりしてんけど、こいつで。さあ、ただ、ラスト1匹が、全然見えませんね。僕としては、バンバドロが来てくれたらほぼ勝ちなんだよな。それはちょっと嫌だな。
ここ巻き筋があって、フレドラって確か HP の3分の1で反動を切るってますじゃないですか。で、一応アマージョはギャラップで倒せはするんですけど、次のさ、このドレディア、こいつの対面で出会い頭で跳ね殺されてしまいかねないので、まあ、多分ここ相手飛び先に飛ばしてくると思うんですけど、これ相手がさ、素早さどうなんやろ、こっちの方が遅いんかな、まあ、抜いてることにかけるしかないですね。まあ、それ以外にかける手段が何もないというわけでございますよ。うん。どれが入る？微妙。ここは Z で決めます。まあ、アマージョを削れたら、ギャロップのフレドラのダメージ軽減が、ダメージ、これで気にしなくていいんか。ここはこれでいい。ヨレズ Z で。フレアドライブでしなくても毒付けで倒せるようになるんで、これで出会い頭の分の HP を温存しつつ、倒していくっていうのが、僕の中での勝ち筋という感じでございます。まあ、運よく、アマージョ抜かすことできたんで、これは、点数高いですね。OK。ここまで削れたらさすがに、毒付きの範囲内なんで、大丈夫です。よく頑張ってくれたと思います。アマージョ確か75族やったっけ ?77 かなんか中途半端な気がする。で、ドレリアが確か80族ぐらいだったんで、まあ、純速同士の対決でたまたま運よく、ドレディアが抜かせたっていうような、そんな感じっぽいですね。まあ、ここまで来たらもう毒好きで、十分ですね。まあ、さすがに愚足武者も、防御高いとは言うても、さすがにいけそうですし、あと相手の愚足武者、あそこのタイミングでアクアジェット持ってこなかったんで、おそらくアクアジェットも持ってる可能性も、低いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、持ってたら負けなんですけど。まあ、なので、相手がアクアジェットで倒しに来るか、出会い頭でギャロップが倒せるか倒せないかの勝負になるんじゃないかなと思うんですが、はて、いかがでしょうか。わからないですね。いや、でも結構微妙なんだよな。ミリタエぐらいだったら、オッケーなんか知らんけど。相手は出会い頭じゃ倒せないと見たみたいですね。まあ、知らんけど。ありがとうございました。名前適当すぎるやろ。これまた、この人また当たったような気がする。鬼統一かな、これは。まあ、ただ、相手の方針的には進化前のポケモンは入れる感じではなさそうですね。よろしくお願いします。なるほど。これはね、いけるか、メリープ。とりあえずここはね、素早さも買ってる前提で行くしかないんですけど、追い風いきます。素早さを上取ってる前提で、なおかつ、メリープの電気 Z を決めることができれば、あ、OK、これも十分ですよ。まあ、ここまで来たらもうね、十分っすわ。OK。そのタイプの鬼ドリルであれば、こちらもんですよ、皆さん。いきます。そう。Z 技のいいところが、ここで見れるというわけでございますね。かわいい。OK、いいね。さあ、これはもうね、まあ、助け合ってたらそれでまでなんですけど、だいたい影分身持ってるやつで食べ残し持ってるパターンが多いんで、もうここはもうね、スパーキングボルティングで、まあ、息の根止めて、勝ちというわけでございますな。よーし。いや、もうこれマジでメリーブがさ、ほんまに。めちゃくちゃさ、問題児で。なかなか活躍してあげれんかったけど、ようやく活躍の場を提供することができましたね。あ、追い風これで終わるんか。ここなんか守らしてくるんで、高速移動しましょうか。相手冷凍戦か。あー普通に突っ込んでくるパティンね。さあ、冷凍4桁維持できるか。それとも、レート3桁に真っ逆さまか、面白い勝負ができそうですね。でも相手これ何してくるんやろ。割と想像つかないんだよな。しかもブラッケじゃなかったしね。メガ進化してきたわ。普通に来ましたね。
鬼氷もありか。メガ進化は、これで、なんか俺最近これしか売ってないな。これは、あれですね。あの、レート3桁で非常によく見る鬼氷なんですけど、これ、いびき飛んできますね。フリーズスキンいびきで、メリープを跳ね殺そうという方だと見て間違いないと思います。ここはギャロップに交代。で、こだわりスカール持ってるんで、鬼氷が最悪なんか要求最速だったとしても、まあどうにかなりますね。まあこれでなんか寝言で飛んできて地震飛んできたら脱粉します。あ、そうだよな。まあこの道、5年ぐらいですからね、さすがに相手が何をしてくるのかっていうのは統計的に覚えてますから。さあ、ここは相手どうしてくるんでしょうね。いびき、眠る、シャドーボール。おそらくあともう一個は大爆発と見て間違いないでしょう。ここ、まあ、多分鬼雫も飛んでくると思うんですけど、まあ、雫鬼に関しては、まあ、多分、ビビオンが犠牲になってもらって、そっから、まずさらにメリープが追加で活躍させれる場を提供することができるんで、これは悪くはない勝負になるんじゃないかなと見込んでいるんですが、いかがでしょうか。僕はわかりません。硬っ。いやまあここまで削れたら十分ビビオンでいきます。まあアクアブレイクはさすがにビビオン耐えへんかな。 HP に振り切ってるんですけど、さすがに無理かな。ちょっとここに来て困るのはネバネバネットかな。ネバネバネットされるとね、まあ追い風すれば解決なんですけど、 OK、 これはいいですね。耐えるかワンちゃん。あ、このトークでかいかも。まさかビビオンからガムシャラが飛んでくるとは思いもよらんよな。絶対。まあちょっと回復木の実をかじれるリスクはあるんですけど、これで相手が回復木の実じゃなければ、あ、これうまいわ。あ、これは、いきましたね。うん。あとワンチャン抜いてることを祈って、追い風しとけば、もうそれで割と解決策になる気がする。うん。いや、追い風しなくていいわ。暴風でいいわ、ここ。あの、ギャロップ、スカーフ巻いてるから、どっちにしても抜かせるわ、ここ。まあ、ヤチノミは、さすがにこの HP だったら、無意味ですわな。まあ、よく頑張ってくれたと思います。行こう。ギャロップ。で、ワイボ持ってるんで、多分ね、フレドラであのダメージなんでしょ。多分フレドラの2倍ぐらいが、雫雲に対して入るダメージなんですよ。だからギリギリチョンで耐えて、で、幸いなことにメリープが今回、最速で厳選してるから、まあ、雫雲が素早さ振っていない限り、おそらく、倒せる見込みがあるんじゃないかなと。大きいね。見込んでるんですよ。大きいですね。これはいったんじゃないかな。スカーフ持ってたら負けですけど、いや多分いける。ワイボで、うん、そうだね。あとは皆さん祈りましょう。メリープが抜いてることと、そして鬼しずくもがイヴァンの実を持っていないことを祈ってください皆さん。さあ、始めよう。ここはもう命中安定のパワージムでいいでしょう。よーし！対戦、ありがとうございました。次回の抽選場も、2日続き、2本続き、よろしくお願いします。じゃあね。